こんにちは、アルバムのディレクター夏美です。今回はこちら、ベベベン、前髪カット用のフィルターを使って今日は前髪を切っていきたいと思います。これすごい柔らかい感じなので、すごい顔にフィットするのと、あとはこう横から押してもいい感じにこう顔の丸みに沿って切ることができるので、すごく便利になってます。とりあえずつけていきます。まず今の前髪このぐらいですね。ちょっと分かりやすく横結んであるんですけど、一旦止めちゃいます。はい、ありがとうございます。はい、こんな感じですね。で、これが両面テープになっているので剥がして、こんな感じで、こんな感じですかね。もう取れないです。そうするとこれカットした後に顔に毛とかつかないので、すごく便利グッズですね。で、外して、基本的に前髪を切るときはちょっと濡れてる状態の方がいいんですけど、もともと前髪浮きやすい人は乾かした状態で切った方がいいと思います。私は特に浮いたりとかしないので、ちょっと今回は濡らして切っていきます。まあ、私もともとシースルーバンドで切ってあるのでちょっと薄めなんですけど、よいしょ、意外と何もしないとこのぐらいですね。目にちょっとかかるかなぐらいなのを、今回はちょっと今っぽくおんまゆに切っていきたいと思います。であんまりこう真ん中に寄せないで、自然な位置で下ろして、乾かした時にこの辺に落ちるだろうなっていう自然な位置に溶かしていきます。はい、では切っていきたいと思います。だいたい真ん中の部分と横の部分を決めて、こんな感じですかね。3等分に分けます。で、おんまゆにしたいんですけど、乾かすと少し上がるかなって感じなので、この辺りでいきます。まっすぐとカットしていきます。今眉毛ちょっと上かなぐらいですね。で、このフィルム本当にすごく優秀なのが、こう下からハサミが入れられるので、なんですかね、すごい切りやすいです。で、また自然な位置を下ろして、横までまっすぐっていうよりはちょっと横斜めにつなげていきたいので、下からハサミを入れて斜めにつなぎます。で、次はこっち側ですね。逆側もちょっと前下がりじゃなくて、ちょっと斜めにつなぎたいので、こっちからおしゃべり入れて切っていきます。こんな感じで、あんまり、まあ、パッツンすぎてもって感じなので、ちょっと前髪切り終わった後上に持ち上げて、ここで出てくるこのモサモサをちょっと切ります。そうすると落とした時にちょっとラインがボケてくれるのでいいかなと思いますね。こんな感じでちょっと外していきます。すごいお肌に優しいテープになってるので痛くないですね。こんな感じで切り終わりました。ちょっと乾かしていきたいと思います。はい、ではこのヘアビューザーで乾かしていきます。あんまりこう下から煽るの楽なんですけど、ちょっと上から熱を当ててあげると前髪が上がりにくいので、上からドライヤーしてください。で、例えばこれで自分で前髪切った時にここがどうしても浮いてしまうって人は、こうドライ乾かした後にドライヤーでこう熱を当てて、根元の方に温めた状態で上から潰して10秒ぐらい時間を置くと
冷めるときに形がつくので、割と根元の方からペタッとボリュームが落ちてくれます。はい、で今日、スタイリングで使っていくのはこちら、モデニカナチュラル C、 これ中野から出てる新しいスタイリングワックスなんですけど、ちょっとセミドライな、ちょっとタバカを作ってくれるんですけど、最近よくウェットが流行ってたんですけど、その逆ですね、ちょっとドライであえて少しパサッとしたようなスタイリングをしてくれるスタイリング剤になってます。これをほんと少量手に伸ばして、前髪の根元からつけるとちょっとベタベタになっちゃうので、前髪の先につけていきます。やっぱりこう、なんですかね、シースルーバングとかって何もつけないとやっぱりちょっと足りないかなと思うので、ちょっとこういうのつけてあげると自然にカバーになって、よりシースルーになってくれるので、こんな感じですごいこれおすすめです。ということで今日はこちらの前髪フィルムとモデニカのワックスを使って前髪セルフ本眉カットの動画でした。ありがとうございます。